高渕さんとお芝居をするのも初めてだったので想像がつかなくてなんかワクワクしつつ緊張しつつ、まあ、今回棟梁なんですけど、合間合間に長渕剛が垣間見える瞬間があって、すごく素敵だなって思いながら、でもちょっと時々楽しくてちょっとププって笑ってしまいながら、なんかもう毎日小長渕さんの名言をなんかノートにメモしたくなるような、いや一般人から出てこないワードがすっごい出てきて、家族だろうっていうセリフがファミリーだろうってなって、うおーと思って、普通出てこないから私はすごい面白かったのと、あとそうだから音っていうセリフを、この音がさっていうのを、このサウンドがさってたりとかこれすごいなんかそれ絶対長渕さんじゃんって思いながら、多分気持ちが入るとそうご自身が出てきちゃうんだと思うんですけど、とっても寒い時にユンホこの役の流星を、私の息子をおんぶして待っててくれる、外で待っててくれたシーンがあって、その時にこうやって寝てる流星を背負いながら、あ寒いなって言って、お寒い寒いって長渕さんがおっしゃった時に、監督がちょっとこれ春の設定なのでちょっと寒いわちょっとって言ったら、ライブだろって言ったんですすごい、だってライブじゃないからと思って映画だからね、でももうその感じたまんまだろうみたいなのとかが、いやかっこいいなと思って、なんか生き方がまっすぐで素敵だなって思いつつ、名言がいっぱい私の中で残ってます。自身の経験が生かされたシーンとかありますか？やっぱりその子供と距離を置かないといけないっていう母親の辛さ、寂しさ、不安、もどかしさっていうのは、私もしたことがない経験なので、どれだけこう引き裂かれる思いかっていうのは演じていても辛い部分がありましたね。まあ、正直映ってないところも泣きっぱなしでなんかもう自分がセリフを言うとかよりも、もうこの息子のユンホ君演じる流星を見てるだけでもう胸がいっぱいになって、もうカメラが回る前からとってもいいお芝居を彼がしてくれたので、本当にずっと涙が止まらなかったのをすごい覚えてます。そういう意味ではすごくその自立する女性とか子供を育てていく母親の気持ちっていうのは改めて強く感じましたし、たくさんの人に共感してもらえるんじゃないかなって思いました。まあもちろんその正義感だったり正しいこといけないことっていうのは大事にっては思ってるんですけど、一番大切だなと思ってるのは私は愛情表現だと思っていて、どれくらい彼彼女のことを好きかっていう気持ちは毎日どんな時も表すように心がけてます。なんかそれが私は自分の経験からしてもそうなんですけど、愛されているっていう自信が何か壁にぶち当たった時に折れてしまわない、そこにある強さにつながったり、なんかこう拒絶してしまわない、逃げない、向き合える人間性みたいなものって、やっぱり家族に対しての信頼感とか安心とか、大人に対しての信頼感っていうのは子供にとって大事だと思うから、そこはすごく大事にしようと思ってますね。今回のそのメイさんもそうですけど、働く女性だと余計にそう思うんです。常に一緒にいてあげられるとまた違うと思うんだけど、離れている時間があるって思うと余計にそこは大事にしなきゃいけないなって。なんか私当たり前だと思ってたんですけど、行ってらっしゃいのチューとかハグとかは自分の両親がしてたので当たり前だと思っていて、自分も同じように子供たちに
まあ、ある時期から拒否されるんですけどそりゃそうですよね。でもなんかあ、チューがほっぺになったと思ったらやっぱハグも嫌になるんですね、大きくなると男の子って。でもなんかそれをして育てることでもしかしたら自分も奥様に対してとかこれからできた家族に対してそういう表現ができたり、それが当たり前って、それが習慣になっていくと私はいいかなと思って、ね、古風な日本男児も好きですけどやっぱり愛情で表現できることは大事だと思うから。そうですね、今までも本当に数字を全然気にしてなくてなんかね、その人のそれぞれだと思ってたので私気にしてないと思ってたんですけど、確かにおっしゃる通り40は結構来るなと思って、それを思い出すと20歳になる時もすっごくその気負う部分があって、あ、もう大人なんだからちゃんとしなきゃとか、なんかこうしなきゃって思ってたので、実は自分ぐらいしかそんなに感じてなくて周りは気づいてなかったりするので、でもそこのこう思い入れとかこう目標を設定することとかって自分に返ってくることだと思うから、なんかそう今おっしゃったみたいにいい節目の年かなと思って、さらにステップアップできるように、なんか今回も本当に来年公開の映画がすごく役の色が違う作品に出会えたので、またきっと40代になったら新しい役と出会えるんじゃないかと思うと、それにしっかり挑めるように自分を作っていきたいなと思ってます。